皆さん、こんにちは。レナです。私はドイツから帰ってきました。で、久しぶりにタカと一緒にデートをしたいと思います。もうラブラブだからね。今日は見たい映画があるから、今イオンモールの東宝シネマに来てます。その後はご飯を食べたいと思います。はい、やりましょう。ちなみに今イオン入ってきたんですけど、巨大すぎてどこに映画館があるか分かりません。迷子です。ここだけど、どうやって、ここやね。 You are here みたいなのがどこ？ You are here みたいなのがどこ？迷子でございます。Where are we? わかりましたか？僕らは今1階にいるので、2階に上がって、あっちか。はい、迷子でございます。社長さん、社長さん、すげえいい匂いする。これポップコーンの匂いじゃない？ポップコーンやばいね。めっちゃポップコーン食べたいよ。久々の映画ですね。めっちゃ久しぶり。 2年ぐらい行ってないか、ね。はい、ということで着きました。東宝シネマズ。今日何見ますか？今日はマーブル映画マダムウェブを見たいと思います。ちなみに今日この au スマートパスプレミアム、このサービス使ってお得に映画見たいと思います。そう、最近なんか映画館に行くとチケット2000円とかはするけど、そうだけど、これを使うと新規入会すると500円で。500円。だから今回は500円、2人で1000円で映画見ます。そうだよ。あとは同じプランでポップコーンセットも500円で買うことができるから、そう、1人当たり1000円で映画プラスポップコーンできる。最高です。それは今からやろうと思ってます。ではでは、早速チケット買いましたので、もうずっといい匂いしてる、ね、ポップコーンを買いたい。はい、ありがとうございます。私は2つをゲットしました。500円と500円。めっちゃ安い。ポップコーンのはなし、ドリンクのセットが500円です。超安い。タカはなし。はい、行きましょう。見終わりましたよ。楽しかった。どうでしたか？もう久しぶりの映画を映画館で見るのが本当に楽しいよ。でそれが500円で見れたのがめっちゃ良かった。お得でしたね。お得。ちなみに家で最近サブスクでもさ映画見るけど、やっぱ映画館の臨場感やばいね、うん、そうだよ。500円で見るプランが au って書いてあるけど、もう別に au 関係なくても誰でもこれ登録ができるから安心ください。この au スマートプレミアム会員、うん、ちなみにこれ2つあって、あ、そうなんだ。 au マンデーってやつと、はい、au シネマ割っていう。 au マンデーは同伴者1人まで同じサービスが使える、okay. で au シネマ割は同伴者2人まで同じサービスが使える、はい、あ、いいね。じゃあカップルとかで行ける。家族とかでも、友達で、そう、みんなで楽しめるっていうのが楽しい。めちゃくちゃいいと思います。そうだね。 au スマートプレミアム会員になった方がいいかもしれない。ポップコーンたくさん食べたけど、夜ご飯は入りますよ。今何時ですか？5時20分です。そう、6時にめちゃめちゃ行きたかった、もう前から行きたかったレストランを予約したので、今から美味しい日本食を食べに行きたいと思います。はい、到着です。ここはうさぎ屋というレストランです。めちゃめちゃ雰囲気が良くて、僕らよく行ってますね。もうでもだいぶ行ってないよ。2年以上は行ってないと思う。久々のうさぎ屋です。寒いから入りましょう。はい、到着しました。この部屋めちゃめちゃいい感じ。おばあちゃん家に来たって感じね。でコース頼んでるので、うん、レナさんのために。レナさんのために？レナさんのためにコース頼んできましたので。あれ、タカのおごり？ちょっとそれはデートはそういうことって聞いたことある。男女平等社会だからね。今日は社長飲みます？飲みます。タカの運転、レナのお酒。ここになんかすごい美味しそうな梅酒が1,2,3,4 種類あるから4本飲みたいと思います。はい、頑張ってください。いただきます。いや本当にここのご飯全部プレゼンテーションがいいし美味しい。うん、うん、あったかい、うん、生麹田楽めっちゃいい。飲み物が来た。乾杯。ああ、ジュースだよ。ジュース。これも美味しいよ。これあの知多梅酒、このエリアの梅酒。うん、見て、これめっちゃ美味しそうなエビじゃない？なんでめっちゃ美味しそうなエビかわかる？めっちゃうまそうなエビ。タカが剥かなきゃいけないから美味しそうと言ってる。これ本当に綺麗だね。超うまそう。色がテリテリ。うん、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 美味しい。プルプル。
じゃあ続けてここに入ってるやつだけど、なんだろう。食べよう。なんかこれキノコと何？なんだろうね。うん。食感がめっちゃシャキシャキして美味しい。うん、何かは。緑のやつね。なんだろうね。わかんない。わかんないけど美味しい。続いてだし巻き卵の変な形のやつ。これ何？レナの体の体型。食べれなくなるよ。ひょうたんかな。ひょうたんみたいなだし巻き卵。甘い。だし巻き卵焼き。こちらミニ春巻き。そうベビー。可愛くない？ベビー春巻き。ちなみにね、明太子チーズ大葉の春巻き。うん。食感パリパリ。あ、聞こえた。うん。うま。続けましてごま豆腐です。ごま豆腐。でなんかすっごいテリテリしてるソースがかかってるよ。テリごまソース。別香ソースってだったよ。うん。うん、ごま豆腐って感じ。このままのこと言ったね。でも本当にごま豆腐って感じ。食べたらわかるよ。タイプでございます。いいよ、あの食べたらわかりますよ。めっちゃ可愛いよ。ミニチラシ寿司。可愛くね。はい。ね、これも一口で言ったんじゃない？一口サイズじゃないんじゃない、うん、めちゃくちゃチラシ寿司。これもまたコメント悪いよ。はい、終わり。四角。今はグーだけだよ。そのグーだけで食べたらめちゃくちゃ美味しいだろうけど、さ、後のご飯がただのライスになっちゃうよ。いいの。お作りが来ました。魚2種類、ホタテと。ホタテかな。なんかまずはホタテ。味ついてみてるからそのまんまでどうぞって言ったね。うんうん、ホタテ。うわ、おいしい。味濃い。マジ？うん。一気に全部食べて、バクバクバクっと。社長さん、社長さん。ん、残ってるね。残ってますよ。これは、これ、しめさば。うん、これは、タカのことが大好きだから。しめさば。食べたいなと思って。しめさば苦手ですか？うん、私は多分苦手だと思う。だ、生の刺身はいいけどね。酸っぱい、そう、酸っぱい魚のあれが、締めなんとかは苦手だもんね。すっごい苦手です。社長さん見て。はい、まだね、このね、お品書きで言うとね、前菜とお作りが来ましたけど、でも私は4杯飲まなきゃいけないって言ってましたよ。ハイペースですね。ハイペースで。次は濁り梅酒か。じゃあ俺も飲もうかな。ブランデー。ダメだよ、坂の運転だよ。誰が運転するの？ここで止まる？止まる。のこの部屋さ、廊下じゃない？まあ、なんていう、廊下でもないか。でもない。2人すっぽりはまるさ、テーブルとさ、雰囲気のいい、ね、何の部屋だったんだろうね、元々。家だったら何。多分これ元々お店じゃなくて、多分家とかを改築してお店にしてると思うから、うん、何だと思いますこのさ、皆さん、この家、この部屋か。クローゼット。あ、クローゼット。物置。物置で、こっち庭がついてるけどね。ちょっと今日夜だから見えない。中庭もある。濁り梅酒来ました。じゃあ飲んでみますね。グラス。あ、おいしい。原木椎茸でございます。椎茸最高や。このお店のいいところが、天ぷらが1個ずつ出てくる。それが素晴らしい。素晴らしい。まとめてドンってくるとね、ベタってなるからね。そう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 。椎茸ってめっちゃうまいよ、ね、下手したら松茸よりうまいよね。そうだよ。なんで、ね、わかんない。俺松茸より椎茸の方がうまいと思う時がある、うん、うわ、よだれ出そう。おやじ。おやじ。おやじみたいな顔出たよ一瞬。皆さん、こういうお品書き全部読めたことありますか？多分日本人でもこれ全部正確に読めたことある人少ないと思うよ。私は読めますよ。これさ、飛び竜頭ってこれ飛竜と飛竜頭、飛竜か。その次は銀杏。銀杏。イエーイ、読めた。その次ね。銀杏じゃないよこれ。これは何、餅？銀餅？わかりまへん。でその次に大根餅。大根餅は何、うん、大根の餅じゃない？見たことない。大根の餅。お餅？こういうところでね、漢字の勉強しましょうね。はい、来ましたよ、次。ネギ豚肉巻き。緑のがネギ、豚肉巻きでしょ。で、これを抹茶塩。抹茶塩。うわ、あっこ。うるさ。お店の人びっくりした今。ふわふわふわ。
ネギからお湯がじわっと出てきた。おめでとう。あと火をつけすぎた、うん、何飲みましたか今。お茶、ウロン茶。あれまだ残ってませんでした。これ濁り梅酒。こうだよ。あ、明日二日酔いにならないように頭いい。賢いからね。こちらで天ぷら以上でございます。はい、ありがとうございます。来た、次うまそうだよ。次エビだよ。エビ、エビ、これさっきもさ、車エビのさ、うん、前菜あったけどさ、うん、またエビの天ぷら。レナエビ大好きだからね。エビ大好き。でかい。しかもでかっ。そうだよ、でかいよ。ちょんちょんちょん。いい表情しますね社長。超うまそうだよ今の顔。熱いけど美味しい。プリプリ、うん、おお、どうしたカメラ。はい、戻りました。よかった。カメラがそっぽ向けましたよ。カメラが羨ましくて文字ごとしたくないって言ってるよ。うにゃんって来ました。続いてこちら、うん、よくわかんない魚って言われたけど、シー魚。さっきさ俺読めなかったって言ったじゃんこれ。はい、ヒリュウズ。確かに、確かに聞いたことある。絶対にこれ日本人の半分以上は知ってる。言えなかった、そうそう、言えなかった時に視聴者の皆さんがこれだよみたいなのが、ヒリュウズだろバカバカっ思ってた方がめっちゃいったと思う。ヒリュウズ聞いたことある。さっきのカットして今ヒリュウズって読めたところ使うか。のなんかすっごい柔らかい、なんか長く、それ大根餅じゃない。はさっき書いてあったさ、ここの大根餅じゃないのこれ。本当に大根餅、そうだと思うよ。違うか、知らない。こっちが大根餅か、こっちヒリューズだと思うよこれ。あ、でもいい匂いする。餅の感じはするでしょ。大根餅だってそれ。大根な感じはしないよ。甘いよ、美味しいよ、めちゃめちゃ。何食べても一緒ということで。さっき読めなかったヒリューズ、これなのかな。これあんの、そう、あんかけ的なね。で、ひなあられ、うん、一口で食べるかい、うん、中はどんな感じかは知りたかったよ。あ、ごめん。ひなあられの食感がさ、パリパリしてるじゃん。あんもなんか出汁が効いてめっちゃ美味しい。で、玉は何。あ、ヒリューズ。Yes. ヒリューズは、はんぺんみたいな感じ、中の食感的には。オッケー、はいはい。で、とろんってして、ひな、えいらない。どういうこと？どういうこと？いらないって。私はんぺん好きじゃないでしょ。いや、はんぺんじゃないよ。はんぺんって食感的にはね。ちょちょ食べてみろ、ほら。外と中の食感の差が美味しい。いやあられのパリパリ。いや、好きじゃない気がするよ、これ。この出汁のうまさもあるし。おお。ああ、美味しい美味しい。でしょ？はんぺんじゃないし。うん、はんぺんじゃない、なんか豆腐って感じかな。そうだよね、揚げ豆腐って感じか。俺が間違ったね、食感。二人ともダメや。はい、来ました、こちら知多牛ひびきローストビーフでございます。めっちゃ美味しそう。めっちゃうまそうやね、これ。これあれだね、白いご飯もらってさ、ローストビーフ丼作ったら美味しそうじゃない。すっごく。そうだね。でも今日のご飯は、酒茶漬けだからちょっと合わない。ライスもらう、no. あの小盛りライス。 お腹いっぱいじゃないの、はい、ポップコーンを食べて。お腹いっぱいだけど、ローストビーフ丼うまそうじゃない。これローストビーフ丼にしたら絶対うまいぜ。ローストビーフにこれチョンとわさびをつけて、これね、うん、最高。うまそう。もう最高しか言えない。こんなお酒絶対合いますよ、うん、あれ社長、そういえばあのお酒の手が止まってますよ。うん、だよね。もう大体4杯いくつって言ったのに2杯かな。2杯でストップです。いつも通り。、うん、いや、でも美味しい。あう、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 チャチュさん、社長さん、チャチュさん、チャチュさん、まだ来てさ、5秒しか経ってなくなったよ。バク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 って食ってるやん。うん、美味しいから。そんなうまいですか。そんな美味しい。ドイツのローストビーフはあるっけ。ドイツにもローストビーフ、あんま生で食べる文化ないか、焼いちゃうか、うん、ちゃんとステーキで、うん、そんなになんかローストビーフのはない ね、ドイツは。アメリカとかの文化なのかな、ローストビーフって、うん、それか日本なわけないか。
でも日本ってさ、お肉を生でさ食べる文化あるじゃん。もともとレバ刺しとかも生だったしさ、うんうん、馬肉も生で食べるじゃない。よし、あれもうなくなった最後だよこれもうなくなってますやん、はい、これ僕の地元知多半島のお牛、うまいやつ、うん、まだ俺全然残ってるけどねどこだけレナのスピードが速いか分かった、これで。ないやこれ、これこれが国際結婚の現実です。大変だよね。大変ですよ大変だよね。そう大変ですよ、いろいろ大変だよね。大変ですよ、苦労してるよね。だから、鬼嫁ってこれテロップって書いて、左側に鬼って書いて、右側に嫁って書いて、鬼嫁って書いてください。来ました、酒茶漬け。お茶漬けと茶漬けがここにある。鮭と海苔と、なんか分けてくるのが初めて見たかも。じゃあわさびをちょんちょんちょん、わさび入れてどさっと入れてください。食べれますか、まだ大丈夫ですか。ポップコーン2人前食べましたからね、社長。 No 映画館で No 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 No。 タカが私の残りのポップコーンを食べて、私はタカのポップコーン残したよ。あ、そうなの。そうだよ。茶け茶漬け、でも冬の締めで最高だよね、うん、体食べますね、うん、そう。今日特に寒いもんね、今日外。そう、もう一回なんか冬になった感じ。一回暖かくなったのにさ、また寒くなったもんね、うんうん、美味しい。どうしたんですか。お茶漬けは誰が食べましたか。タカが食べた。タカさん2杯食べましたねそうだよ信じられませんよ、これはタカさんこれはタカが食べた、リナさん俺のローストビーフを奪っておいて、自分のお茶漬けを俺に回すという荒技を。安いものはタカに、高いものが私にはい、最後来ました。最後はチャチャーン、なんか4つのデザートから選べて、なめらかプリンにしました。と俺の方はね、これそう、杏仁豆腐。それも美味しそうだね。さっぱりして、うん、ここの杏仁豆腐はもう思い出に残るほど美味しいよ。あ、そうなの。そうだよ、いつもここの杏仁豆腐美味しいよ。あ、そうなの。覚えてないの。うん、うん、滑らか。日本帰ってきてよかったですね。 Yes。 そう、プリンは全然違うよ、ドイツと日本のプリン。ドイツにプリンないんじゃないの。あんの、チョコプリンとバニラプリンが、あー、あのコテコテのやつね。うん、甘くてゼラチンみたいなやつでしょ。いや、でも本当にこれみたいな滑らか、滑らかな感じはするよ。ドイツ人にも滑らかっていう考え方ある。でもあの卵で作ってないからミルクプリンみたいな感じ。ああ、うん、はい、では僕もいただいて終わります。なんやこれなんやこれ、お前それこれ食レポはあのお茶漬けを残した人間はデザート、これちっちゃい時にあの教えてもらわなかった、ご飯ちゃんと食べないとデザート食べちゃダメだよって言われましたな。うん、これがさっぱりでいい、まあ、でしょう、ね、いっぱい食べてからこれさっぱりのやつ食べやすい。俺もその滑らかプリンしか多分お腹入らんわ。よこせよこせ、ほらほらほら、かせ、はい、じゃあ俺半分ずつにしよう俺一人で車で帰ろう僕ら歩いて帰ってくださいね。やだ、はあ、美味しかった、ごちそうさまでした。うまかったね、マジで。いや、こういうデートはもっとやりたいよ、タカさん。最高ですね。久々にウサギが来たけど、うん、めちゃくちゃうまい。いや、めちゃめちゃおすすめです。これ知多半島に住んでる方ね、マジおすすめだ。もう行った方がいいよ。多分あんまりね、知られてない、知る人ぞ知るっていう感じの、うん、で、ディナーがこのセットが5000円だから、うん、ちょっとだけ特別な時に行けばいいって感じ。で、もうちょっと多分高いセットとかも あるお店の人に聞いてもらえればあると思うから、うん、超おすすめです。だから今日はあの映画がその au スマートパスプレミアムですごい安くて、でその使ってないお金が今日ディナーに使えたって感じ。そういうこと。だから皆さんもそういったいい感じの賢いプランを作りたいならau スマートパスプレミアムちょっと調べてみてください。概要欄にリンクがありますので。ということで、この動画はここで終わりにします。楽しかったならぜひいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でも会いましょう。バイバーイ。